はとても風流です。冬の河原も気持ちいいですね、ランさん。まあ悪くないかな。石があって少し歩きづらいけど、慣れれば大したことないし。あれ、タイさんとひまりさん川の方に向かって歩いてますけど。魚でもいたのかな。私たちも行ってみようか。
ですね。私はさっきまで茶道部の部活でした。とても充実した時間でしたよ。この後はパスパレのみんなと雑誌のインタビューですね。みんな一緒のお仕事は久しぶりです。話したいことがたくさんあるので今からとっても楽しみです。いえ、全然大変ではありませんよ。お仕事も部活も楽しいですから。この前大佐も言ってました。ジョギングは好きだから続けてるって。私もその気持ちと一緒なんです。アスパレのみんなと参加するイベント、ファンの皆さんが応援してくれるライブのステージ、そんなアイドルのお仕事が私は大好きです。部活やバイトも同じです。だからどんなに忙しくても大変だと思ったことはありません。こうやって毎日好きなことがやれるというのはすごく幸せなことなんですよね。ご心配ありがとうございます。健康の秘訣は日々の注意から。これも武士道精神の一つですね。あ、そうだ、よければこれをどうぞ。それはひまりさんに教えていただいた裏技料理です。メロンパンをラスクにしたものでとっても美味しいですよ。メロンパンをトースターで焼くだけでできちゃうので、最近お仕事の前に作って持って行っているんです。スタッフさんにも好評なんですよ。皆さん美味しいと言って喜んでくれます。おかげで現場の空気が明るくなって楽しいお仕事がもっと楽しくなりました。これからもひまりさんのようにいろいろな料理を勉強して差し入れの種類を増やせるように頑張ります。レパートリーが増えたら差し入れしに行きますね。美味しいものをたくさん食べる、これも秘訣の一つだと思います。あ、いけません、ついつい時間を忘れて話し込んでしまいました。それではそろそろ失礼しますね。お仕事頑張ってください。